会話にゃん。またこんにちはって、みなさんこんにちは、こんにちは。いい、はいはい、まだだってもういいよ。サニープレイスです。よろしくお願いします。はい、今日は私のために卒業を企画して、卒業公演を企画してくださった主催者の方、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして集まってくれたみんなも、出てくださった出演者の皆さんも、本当にありがとうございます。ありがとうございます。最後まで楽しんでもらえるように頑張っていきたいと思います。それでは次の曲いきましょう。はい、犬猫青春真っ盛り。またそれじゃん。今日はそれはね、偽物になるよ。
も言えない。あ、夢みたいさんの期待も言えるかな。まあ言えんやろうけど、まあ言えるよ。それでは聞いてください。拙者敵国の忍者でござる。あ、なんか昨日よりは言えちゃうね。
ここで今日出演してくださった、はい、演者さんの方からお祝いがあるみたいなので上がってください。よろしくお願いします。距離感
はい、もいちゃんへ。今まで相方でいてくれてありがとう。ありがとう。ありがとう。短い間だったけど、たくさんの思い出があるし、濃い1年だったなって思います。もいちゃんと初めて会ったのは、お互い違うグループ同士での共演の日で、当時我ながらしっかりしてるように見えて、実はめちゃめちゃ自信のなかった私のステージを見たもえちゃんは、かっこいいと言ってくれるだけではなく、感動の涙まで流してくれました。モデルさんみたいな子が私に憧れてくれてるなんて、正直半信半疑でした。でも前のグループを卒業したばかりの私に、一緒にアイドルがしたいんですって仲良いもごめんねって言っても、それでも諦めないでお願いしてくれるもんちゃんに心揺さぶられ、4月にサニープレイスとしてデビューしちゃいました。泣いてないよ。それからたくさん上向いたらこっちが開けた。あとで準備させてあげるけど、でもさ、いつもさ、振り返ったら近いよね。でさ、なんだかさ、コールちゃんか、私がさ、びっくりするはずだ。コールちゃんがさ、おそれから、たくさんいろいろなことがあり、面白いエピソードもたくさんありますが、まあ押しちゃうんで、また今度いっぱい話そうね。私が春にお花見しようって言い出したのに、肝心のリーダーシップが当日インフルエンザにかかり、お家にポカリとかマスクを持ってきてくれたり、サニープレイスで活動したいがために、もーちゃんがせっかく就職した大手の会社を辞めてきたり、MC なかなかちゃんと言えない私に、もうって言ってたり。一生反省してください。はい、一生反省します。ごめんなさい。私も一生反省します。何もいっぱい。はい、ね、お互い携帯よくなくしたり、一緒に乗る電車間違えて途方に暮れたり、時間の電車に間に合いそうになくてもうダッシュしたり、また痛いの原因は私なのですが、二人でいると必ずてんやわんやで、でもそんな中でもなんかいつも大爆笑で、そんなことももうなくなるんだなって思ったら本当に寂しいです。もえちゃん、この約1年本当に短い間だったけど、夢を追いかける姿を一番そばで見させてくれてありがとう。私は少しでももーちゃんの背中を押すことができましたか？はい。本当に？あのね、自分に自信のない私ですが、もーちゃんにとって自慢の相方で入れたとしたらめちゃくちゃ幸せです。私にとっては相方と呼ぶのがおこがましいぐらい、とてもとても自慢の相方でした。あの時諦めずに私の手を引っ張ってくれたように、私はもーちゃんのいつでも何に対しても必死で努力家で真剣で負けず嫌いなとこが憧れるし大好きです。これからは一番そばで見られないのは悲しいけど、これからは一人のファンとして、もえちゃんがサニープレイスが活躍していく姿を楽しみに応援し続けます。本当に今日までありがとう。これからも萌ちゃんがみんなにとって温かい日向であり続けますように。まあ、より。ありがとう。
なんでそんなただ立ち尽くすの。立ち尽くす。泣いてないよ別にね。まだ泣いてない。ちょっとこけた。はい。そして応援してくださったファンの方たちにもお手紙を書きました。とても語彙力のない文章ですが、最後なんで懲りずに聞いてください。私が私がアイドルになりたいと思い始めたのは、小学生の時に見たアニメがきっかけで、中学に上がり某地上グループのオーディションを受けたり、16になり広島に出てあるグループの事務所に所属させてもらったり、個人で手作りの衣装を着てステージに立たせてもらってみたり、そしてある時やっとオリジナルの衣装でオリジナルの曲でアイドルとしてステージに立つことができました。初めてのデビュー戦のそれまでにない緊張とか、楽屋にいるよそのグループさんの華やかさとか、そのお客さんばかりがたくさんいるフロアで感じるアウェイとか、今でも忘れられません。これから本格的に私はアイドルになれるんだって思ったし、でもアイドル活動というのは私が見たアニメのようにうまくいくことばかりではなく、悔しかったり辛かったり、もうステージに立ちたくなくてライブ前に大泣きしたこともありました。ただどんな時でもステージに立ってしまえば歌って踊るのがとても楽しくて全部忘れられました。我ながらキラキラしてるなって思えるし、みんなに見てもらって応援までしてもらえるし、みんなと一緒に笑ったり泣いたり感動を分かち合えたり、そしてこうやって私を見つけて憧れてくれて一緒にステージに立ちたいって言って素敵な場所に連れてきてくれた相方とも出会いました。私は本当にステージが大好きです。そしてこんなにいろいろな経験をさせてもらったり、いろいろな感情を芽生えさせてくれたアイドル活動は私にとって全て長い青春だったなと今思います。そしてこんなアイドル人生の最後がサニープレイスでよかったなと思います。前世も楽しかったけど、私は可愛い衣装を着て可愛い曲で歌って踊って、まさに小学生の頃に夢に見たアイドルそのものです。こんなに笑顔のあふれるステージにもう二度と立てないんだなって思ったら、もちろん寂しさはあります。ただ
ツイッターでも言った通り、悔いはありません。したかったことは全部できました。これまで数年にわたり多くの方々に携わってもらって、ステージでアイドルでいられたこと、とても感謝しています。相方は卒業することを相談した私に、もう十分夢を見させてもらったからと言ってくれました。言葉を借りるようにはなるんですが、私の方こそ皆さん、私に素敵な夢を見させてくれてありがとう。今まで私を推してくれた人、今まで私と撮ってくれてたチェキの分、萌ちゃんやひなこちゃんとぜひチェキ撮ったり交流したりしていってください。皆さんがこれからもっと素敵な夢を見られることを心から願っています。まいより。まいさん、卒業おめでとう。いっぱい夢見させてもらいました。今まで舞さんと一緒だからこんなに頑張れてきたけど、これからも you、uh-huh.
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、閉める前にね、もえちゃん、これから赤色よろしくお願いします。はい、まえさんの赤色を受け継いで1月から赤色担当で頑張ります。よろしくお願いします。はい、それでは以上、私たちサリーグレイスでした。ありがとうございました。Thank you.
それでは以上私たち、サリープレイスでした。